はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、リョートラックメーカーです。どうもリョーです。はい、めっちゃ不定期の更新なんですけど、今回はね、質問が多かったボイスチェンジで女声を作る方法を解説していきたいと思います。僕のカバー動画を見てくれている人だったらね、何回か見たことあるとは思うんですけど、過去にカバーした、これとか これとか、で登場しているこの声ですね。はい、こんな感じでね、結構自然なね、女の子声を作る方法を今回は解説していきたいと思います。まずですね、必要になってくるのがですね、ここではね、パソコンや、オーディオインターフェース、あとマイク、ダウソフトをすでにもう持っている条件でね、お話をします。でね、この4つの機材に関してはですね、オーディオの編集ができれば、ぶっちゃけどんなものを使ってでも大丈夫です。次にね、必要になってくるのが、ピッチ修正プラグインですね。でね、ピッチ修正プラグインのね、必須の機能として必要になってくるのが、まずピッチの変更と、あとフォルマントの調整ですね。この2つの機能が揃ってれば、ぶっちゃけどんなピッチ修正ソフトでも大丈夫です。でね、僕が持っているのはですね、セレモニーのメロダインってやつと、あとアンタレスのオートチューンっていうの2つを使い分けてるんですけど、まあ、これ2つともね、どちらでも同じことはできるんですけど、まあ、この女の子声を作る作業に関してはメロダインを使うことの方が多いかもしれないですね。まあ、メロダインの方がまあ割かしもうちょっと馴染む感じに作れるかなというイメージです。でもまあどちらも OK です。はい、原理の説明なんですけど、ね、男声をね、その単純にピッチ変更しただけだと、ね、自然なね、女の子声にはなんないんですよ。でね、人にもよるんですけど、僕なんかは特にね、男の中でも結構声低い方だと思うんで、でね、男の子ってね、その喉仏のせいなのかね、その女の子声に比べるとね、普通にね、声を出してもね、なんか結構エッジが効いちゃってるんですよね。そのエッジっていうのは、なんつうかっていうと、なんかこういう、っていうこの、ジリジリジリってなっちゃう、これですね。そう、この成分が結構邪魔してきちゃって、単純にピッチ変更するだけだとあんまうまいことね、綺麗な女の子声にならないんですよ。この声のまんまピッチを上げてっていってしまうと、よくニュースとかで顔隠してね、インタビューされてる人の感じみたいになっちゃいますね。例えばこんな、ニュースインタビューの実演でございます、ニュースインタビューの実演でございます。なので、その録音する際になるべくこのエッジを出さないように、発生する必要があります。手順としてはね、先にね、もう録音を済ませてしまった後に、後からピッチ変更をして編集をしていくっていう形ですね、いつもは。はい、ではここからちょっと実演をしていきたいと思います。はい、では、声の出し方の例なんですけど、なるべくこの声のエッジを出さないように、なるべくこの声のエッジを出さないように、なるべくこの声のエッジを出さないように、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブ注入てな感じで、たのしんごさんをイメージしてもらえると、イメージ近いかな。たのしんごさんちょっと検索して発声をちょっと真似てみてください。ドドスコスコスコ、ラブ注入みたいな、こんな感じですね。このアホらしいね、一人でやってんのが。このエッジをなるべく消して歌うって感じですね。ちょうど録音してたんで、で編集の仕方っていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい、じゃあこの取り込んだドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブ注入ってなんか恥ずかしいですね。はい、じゃあこの声をじゃあどうやって女声にするかって言いますと、まずじゃあ今回メロダインを使っていきたいと思います。でですね、まず取り込みます。はい、取り込みましたね。はい、まずここからですね、ピッチ人によるんですけど、ピッチを大体
4から5ぐらい上げてフォルマントを調整していくと女声になるっていう感じですかね。これはちょっと人によって本当個室によって変わってくるんで、じゃあ僕の場合はキー4から5を上げるぐらいがあのちょっと女っぽい声になるかなっていうイメージなので、ちょっと作業していきたいと思います。キーをはい、これでまあピッチがまあ4つ上がりましたと。でその後に調整していくのがこのフォルマントツールっていうこの機能ですね。ダダスカスカスカダダスカスカスカダダスカスカスカラブジュニュー、ほらぽいでしょ。ダダスカスカスカダダスカスカスカ、うん、4ぐらいがちょうどいいですね。僕の場合は自然な感じに聞こえます。ダダスカスカスカダダスカスカスカダダスカスカスカラブジュニュー、ダダスカスカスカダダスカスカスカダダスカスカスカラブジュニュー、こんな感じです。なのでなるべくエッジを消してあげると、自然な女性声に聞こえる感じですね。じゃあ例えば失敗例で言うと、ですね、じゃあ声が、じゃあ普通の声のところでやってみましょうか。はい、じゃあこれもキー4つ上げていきます。フォルマントなるべくこのガラガラを出さない感じ。あ、わかります。これで同じようにやってもこういう感じなんですよ。なるべくこのガラガラを出さない感じ、なるべくこの声のガラガラを出さない感じ、なるべく声をなるべく声のガラガラを出さない感じで録音していきたいと思います、うん、ですね。なので本当エッジを消す、エッジを消すこの感じが大事ですね。じゃあ次はあいみょんさんのマリーゴールドでちょっと実演していきたいと思います。この曲ね、僕の声的にね、マイナス4キーマイナス4キーしないとちょっと出ないので、でその状態でエッジを消して録音した後にプラス4キーにその声を戻してフォルマント調整していくっていう作業をちょっと実演していきたいと思います。ではちょっと実演をやっていきたいと思います。でですね、これがもう、歌ったやつですね。原曲からはね、とりあえずマイナス4キーしてありますね。とりあえずはこんな感じ、なるべくエッジを出さずに歌った感じです。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋。まあこれをじゃあ原キーに戻してフォルマント調整をしていきます。では取り込み終わりました。はい、でこいつを編集していくんですけど、まず、OK をですね原キーに戻しました。この歌もですね、プラス4キーして、原キーに戻したいと思います。でここから弾きつつフォルマントをいじって自然なところまで調整するって感じですかね。まあこんなニュアンスですかね。まあ、ちょっとあのね、声もガサついててあんま綺麗な感じで撮れなかったんですけど、慎重に録音していけばもうちょい綺麗に仕上がるかなと思いますね。はい、以上が、女声を作る方法となります。まあやってみると意外に全然簡単だったりもするんで、まあなんか音楽の面白動画とか作りたい人がいたら、まあこれ参考にしてもらって、なんかいろいろ挑戦してもらえたらと思います。最後までご視聴ありがとうございます。りょうでした。チャンネル登録よろしくお願いします。